とそば。第一ご飯、第一通過ポイント、高安そばのそば。そちらはソースそば。マジスカ、マジスカ学園デラックススイート、デラックススイート、おいわー、どうぞ。グレードアップ部屋、こっちがベッドルームだ。いいね、この両サイドあるの。ビューはどんな感じなんすかね。曇ってるけど晴れたらね、夕日すごい綺麗なんじゃない。広いね。今回はヒルトン沖縄チャタン、ヒルトン沖縄チャタンですに泊まってます。泊まります。部屋はアップグレードしてくれました、神様が。お風呂はこういう感じ。やったね、日頃の行い。おはよう。今からジム行きます。20分ぐらい走って20分ぐらいトレーニングしたい。たくさんビールがあるそうなお酒屋さんはあそこですか。世界中のビールを求めて世界中の猫ちゃん。やばいよね、美女。一つ一つの美女。一タコス一タコスの美女。美味しそうじゃに？11にしたらオリジナルチキン4ピースでサイドでビスケット1つ、ペッパーマヨかって手焼きが選びしたのかな。お、照り焼きで、照り焼きで、はい、はい、
あ、何？ビスケットやめてポテトにする。やったね。ケンタッキー食べるんだよね。うまいけどだよ。てかドライブスルーやばいね。ドライブスルーって最高じゃない？ちょっと楽しいね。ドライブスルー最高。はい、ありがとうございます。はい、いきますよ。晴れているわけではない。じゃあ今9時半だから、普通じゃない？大丈夫？あ、このアメニティの話。そうだね、アメニティがもうちょっと充実してれば一番最高だと思います。全然でも良くないよ、やっぱここが。まあ女性はしとくなんか腕の見せ所でしょね。男は別に何でもいいけど。マンザビーチに、マンザビーチに行きます。マンザビーチに行きます。おさあ、ワンピースかわいくない？ワンピースを新調しました。本当に多分海に入ったりするし汗かいたりするだろうから、そんなにメイクしないけど、これはほんといいね。これはほんといいよ。この前マスカラはほんといい。だけどさ、コーヒー買っていきたいかも。突然姿を消した旦那さんですか？よし。これで、OK かな？これで OK です。晴れそうな予感がする。今日は、何、なんとか、なんとかっていうビーチに行きます。名前がもう全然覚えられない。ずいぶん久しぶりにマスカラしましたね。良かったです。マンザビーチめっちゃ良かった。人もそんなにいなくて、なんかそのアナのインターコンチのビーチなんだけど、まあ誰でも来れんのかな。です、めっちゃ良かった。てか晴れた、めっちゃ良かったよね。晴れて良かったよね。それしか言ってない。会話の8割天気予報。帰って、いや、そば食べに行く。生麺そばです。楽しみに。I want to shine bright. もっともっと見せるよ。Screen.
すごい日焼けしてそう。これね、まあ塗った時ちょっと白くなるんだけど、こうやってなじませれば白くならないからという突然の、コスメレビュー。リップはね、もう1個しか持ってきてなくて、このグロシエのいつも使ってるやつ、これを持ってきただけで、もうこれしか持ってきてません。これともう一個、あのナーズのなんかさ、アディクションのさリップすごいおすすめしてたじゃん、なんかあのあれ新しいやつなんだけど、あれなんかすごい持ち歩きになんか全然適してなくて、だからそちらをあのもし頑張れそうだったら改良してください。でこれはなんかそんなにそんなことないから、こっちを持ち歩いてて普段これとこれだけ持ってきた今回は、まあ、あとその SPF の入ってるやつですね。一回ホテルに帰ってきて、あ、さっきその生麺そば食べて、で生麺そば食べて、感想はなんかラーメンみたいだった。で美味しかった、すごいラーメンみたいで、すごい美味しくて、なんかこうお汁とかもスープとかも、なんだろう、ラーメンっぽい感じの。いや、まあとりあえず沖縄来た際は食べてみてください。私の方からは以上です。で今からなんか友達が働いてるカフェがあるんだけど、ここに行ってみようと思います。でテイクアウェイして、プール、旦那さんはもうすでにプールにいらっしゃる。お菓子持ってく？あ、でもそこでなんかあるかもしれないしね。あ、やば、私なんかカードとか全部旦那さんの。OTD ですね、今日のこんな感じです。B さんはハワイアナスのなんかあのスリムな方のこのレディースのやつの形のやつのやつ。あ、でもなんか太いのの方が本当は好き。なんかなんでこれなのかはよくわかんない。忘れちゃった。バッグはパームズっていう私のデンマークの友達友人が新しく始めたブランドで送ってくれました。とエアタグがついてますね。そうですね、バケーションの時とかはこういう感じで、なんかショーツを何個も持ってきて、とにかく私はもう足とかもずっと日焼けしてたいので出しときたいので、ショーツとかをいっぱい持ってきたりとかするかな。あとは B さんをいつも、2種類ぐらい、ちょっといい B さんとこの B さん。本当にね、この回もあんまり人がいないというか、まあそうね、合わないね、合わないので快適に過ごせています。いや、ほんと最高よ。ヒルトンチャタンしか勝たん。なんかディズニーランドみたいなんやけど。どういうこと？ディズニーランド？
もはやビギン。わっ、沖縄めっちゃ美味しそう。ですね、誰よりもすんにゃーにゃーにゃー。どっちもガーリックライス。うん、どっちもガーリックライス。なんか固まってる、なんか集合体。なんかすごい美味しそうなことになってる、自然と。自然現象で美味しそう。じゃあハッシュブランから食べていいですか。うん、ライスの味すっげーうめ。すごいそれ美味しい。コーン入ってるしかも。